原口大先生ことですね、アースさん、またいろいろやらかしたみたいなんですよね。ツイッターでトレンドになってて何やったのかなと思ったらね、コミュニティノートにね、連続被弾してることが気に入らなかったんでしょうね。こんな風にツイートされてるんですよ。コミュニティノートをはじめとする SNS の仕組みについて参考人招致を提案することを検討、検閲の禁止、言論の自由との関係でということでそういう動画を上げたみたいですね。これ動画まあ拝見させていただきましたけど、原口先生ね、多分ね、コミュニティノートの仕組みを多分分かりてないんじゃないかなということでね、改めてご説明申し上げるとともにですね、どうしてもね、立憲民主党、いわゆる左巻き界隈ね、なんか文句つけられるの嫌いみたいですね。なんでそういうこう相手に反論許さないというかね、絶対に自分が正しいっていうのもいかがなものかなということでね、今日は苦言を呈したいなと思うんですが、まずね、コミュニティノートの仕組みについてね、この原口さんのこのツイートにコミュニティノートがついてますなんでそれをそのままね、読みたいと思うんですけれども、コミュニティノートを作成しているのは同じ X ユーザーの有志です。コミュニティノートは参加基準を満たせば誰でも参加できますと。またコミュニティノートは一定のアルゴリズムに従って行われ、できる限り偏った考えが含まれない工夫がされています。むしろ言論の自由が守られており、この発信者のような誤った排除は起きづらくなることが工夫されていますと最後が振るってんな。この発信者のような誤った排除は起きづらくなる工夫がされています。まあ確かにね、原口さんだけじゃないですよね。立憲民主党はまあこの手のね、誤った排除とっても多いですし、これをご専門とされてるような方もね、たくさんいらっしゃいますので、まあさもありなという感じですかね。でね、いろんな方がですね、まあ今回のこのね、原口先生のね、このコミュニティノートがついたコミュニティノート批判のこのツイートについてね、いろんな論評されてるんですけど、まあ一般の方ね、ちょっと名前読んじゃうと一般の方なんであれですけど、こんな風におっしゃってます。まずコミュニティノートの仕組みを理解するところから始めてください。公開非公開を X で決めるわけではありませんだよね、うん、だよね、はい。さらにですね、言論の自由は保障されていますし、その上でのコミュニティノートを弾圧しようとする意味がわかりません。間違っている事柄、誤解を招く表現などに注釈をつけるのは善意です。それを否定するのは悪意だと思いますよ、ということでね。コミュニティノートについてですね、ちょっと誤解されてる方多いかもしれないですけど、これファクトチェックじゃないですか。重要な背景情報を追加するっていうのがコミュニティノートの役割ですので、別にファクトチェックをしているわけではありません。まあ文字数の制限がありますから、ついつい背景情報が抜けてしまう方がいらっしゃるわけですよ。意図して抜いてんだかどうかよくわかんないですけどね。そういう人に対してですね、いやいや、これは重要な背景情報が抜けてますよ、ということで、最近いろんな方がね、やっぱね、まだやられてますけれども、まあそういう、ことですので、あんまりね、言論弾圧とかね、そういうなんか言い方をしてほしくないなというふうに思うんですけどね。さらにですね、他の方ね、言論の自由を保障せよというなら、コミュニティノートあったっていいじゃないかというシンプルな疑問とかですね。さらにドストレートなのがですね、誰を呼ぶおつもりですかと。確かにそうですよね。イーロン・マスクでも呼ぶんですかね。イーロン・マスクに直談判すればみたいなことね、おっしゃってる方もいますよね。まあ、当のイーロン・マスク氏もね、ロシアの支配地域で、ロシアの支配に反対している人はいないといったね、趣旨のね、ツイートをしてですね、それがね、イーロン・アイム・ヒアーみたいなね、ハッシュタグ運動につながってね、要はその、ロシアの占領地域でね、そういうロシアに対する抗議のね、イーロン・アイム・ヒアーってね、私はそういう抗議する意思を持ってる人間で、ロシアの支配地域にいるけどっていうのを、匿名ですよ。あくまでもね、その地域ね、例えばまあ、マリウポリみたいなところとかさ、そういうところでこうね、札出してですね、イーロン・アイム・ヒアーみたいな感じで、まあ、やってるみたいなね。要はその、イーロン・マスクさんに対する批判もですね、まあ、そうやって許されてるぐらい、言論の自由があるのが、このまあ、ツイッターなわけですから、それをなんかその、コミュニティノートなんか書いてらっしゃったら誰だと、ね、こっからリスモスから出てこいっていうのは、ちょっと、さすがにやりすぎなんじゃないかなと思いますね。さらにですね、他の方ね、コミュニティノートをはじめとする SNS の仕組みについて参考人招致を提案することを検討、検閲の禁止、言論の自由との関係でというね、このタイトル内だけでブーメランが3往復ぐらいしませんかとまあ確かにそうだ、3往復どころじゃないかもしれませんね。それからですね、他にもいろいろあるんですけどね、コミュニティノートがつきました、参照しましょうとかですね、国会は井戸端会議するところじゃないぞ、そんな暇あったら防衛問題話し合ってくださいとかね、コミュニティノートはあくまで参考にして悪用かどうかのチェックはユーザーがすることですとかね、コミュニティノートを勝手につけられた側はその反論のコメントをつけることができないからね、またいいねをした相手にまでこっそりコミュニティノートを通じてすぐに消す嫌がらせも手発している、そしてノートの記事者はコードネームを使いアカウント名すら更新をしておらず卑怯ですねというね、よいしょするコメントも、あったりもします。まあなんか応援してる人もいるのかな。なんかね、このコミュニティノートが始まった後ね、まあいわゆるこう左巻き界隈がですね、自民党がやってるとかですね、私がコミュニティノートの黒幕みたいなね、説もあったんですけど、まあ私黒幕ってことだったらまあ別にそれはそれでいいんですけど、否定はしないでおきますけどね。
別に否定はしないでおきますけど、まあ否定しないでいること自体にコミュニティノートつかないかなってちょっと心配ですけども、なんかさ、いわゆるですね、左巻きの皆さんね、左翼の皆さんはこういうまあ SNS のまあ時代の前ね、時代の前はですね、まあ、マスコミのいいポジションみんなお仲間でいらっしゃったわけですよ。いわゆるその界隈ね、もう若い頃からのつながりでね、例えばそのあるそういう左翼系の雑誌のさ、編集とさ、そこの執筆人だったりとか、そういう関係でずっとその長い人間関係でやってて、でその延長線上にね、テロリストの重信房子がいたりとかさ、するわけですけど、そういう長いつながりでこうやってる中で、まあ彼らが何言ってもですね、平場の批判にはさらされないと。まあ仮に批判の声が上がったとしてもさ、アリバイ程度に批判はありますとかやっても、こう論争には発展しないような感じで、まあやられていたわけですよね。それが、まあ、こういう、SNS によってですね、平場の言論にこう、平場っていうかね、まあ、誰でもその人を批判できるっていう、まあ、そういう場所に引きずり出されることによってですね、これまで保っていたね、批判されないっていう権威がですね、保てなくなってると。その批判がまあ、思いっきりさらされるわけですし、それに対して、そうだそうだって反応もまあ、出ちゃうわけですよね。それがさ、なんか彼らはね、一部のそのノイジーマイノリティを使ってね、情報工作的に我々をね、こき下ろすようなことをやられてるんだと、脱皮問題とか言って、まあ、やってますし、あと今ね、立憲民主党から刑事告発されて困ってるパンパコ公務店さんなんかもね、そういう意味ではその、こういう意図的に我々を引きずり下ろすようなね、少数の、ノイジーマイノリティがいるんだみたいな、まあそういう文脈で攻撃されてるのかもしれませんけど、実態はどうかというとですね、全然違うんですよ。バカなこと言ってるでしょ？ほら、処理水の問題でもさ、汚染水汚染水って言い続けてさ、しまいにはトリチウムが生物濃縮するですから、もう目も当てらんないですよね。バカかみたいな話なんですけど、それがおかしいとね、逆に言うとその、左翼とあえて言いませんけどね、リベラルな人からも、これさすがにおかしいでしょみたいな話が出て、それが出るからこそこのね、SNS でですね、あんたらなんかちょっと何言ってんのこれとかね、根拠ないじゃんとか科学的に証明できないじゃんみたいなツッコミをわーって受けるわけですよね。そういうのも含めてさ、カラスの頭が白いじゃないけどさ、ね、まあ科学的に完全間違ってることね。トリチウムの生物濃縮なんかも典型例ですけど、そう、科学的に完全間違ってることでも、運動のためにはいいやみたいにやってたごまかしがですね、まあ、効かなくなってきたということなんですよね。まあ、革命のね、ためにはね、多少の犠牲は仕方ないみたいなね、考え方でずっとやってきた人たちですから、そういうね、科学を曲げたりとかね、そんなことは平気でやるんでしょうし、岩波の科学なんてね、岩波の非科学オカルトみたいなね、ムーカーみたいなのが、話に、まあ、なっちゃってますけれども、そういうまあだから運動を気持ち優先でですね、まあやった結果がまあ今なわけですよ。それをですね、まあ未だにね、脱皮裁判もそうだしさ、まあ今回のこのコミュニティノートもさ、脱皮を追い詰めるようなまあつもりでおそらくやってたんでしょうけど、どうなのかなと。だからそういうこう自分に対する批判は許さないみたいなこの粘着性ね。まあ私が津田さんに裁判されてるのもそういうことかなって思うんですけど、まあその辺もね、確認したいんでね、津田さんにね、ぜひポリタス TV でね、その辺は公開討論させていただきたいかなとは思ってるんですけれども、まあそういうのも含めてですね、自分に対する批判をね、こういう形でですね、国会に招致して質問する、しかもコミュニティノートですよ。お前何言ってんの？そもそも仕組み分かってねえな、みたいなところからしてね。まあ困ったもんだな、ということです。まあだから要はその、仕組みも分かってなくて、いわゆる運動論的にですね、まあこれが正しいことなんですよ、彼らは。それをまあやっちゃっているということです。で、そんな人がですね、言論の自由だとかね、まあ言うわけですけれども、それは自分に都合のいい言論の自由なわけですよね。だからそういう人たちにあんまりその言論の自由とか語られたくないしさ、逆にこんな人たちがですよ、政権取ったら言論の自由逆に危ねえんじゃねえかなみたいにね、思っちゃうんですけど、どうですかね皆さんね。そんな風に思う人はね、ぜひね、コメント欄にもね、ご意見いただければと思うんですけども、まあただ今回はね、アースさんがやったんでね、まあこんな感じでわーってね、ちょっとネタで盛り上がって楽しかったんですけど、これがね、蓮舫さんとかね、あの辺がやるとちょっとこう殺気立ってくるのでね、まあほんとね、名前を言ってはいけないあのお方ね、大阪のお父ちゃんの娘みたいな人がやるとちょっとシャレにならなくなってくるので、まあ、ちょっと怖えなとは思うんですが、まあでもこんなことやってる限りね、政権は取れないでしょうね。なんか立憲民主党、対案なるものを出したらしいんですけれども、消費税の減税がね、落ちててね、早速なんか同じね、お仲間の、お仲間でもないかもしれないですけど、令和新選組あたりから突っ込まれていたらしいですが、まあ令和新選組もね、まあ言ってることむちゃくちゃですけどね、財源は全部財政ファイナンスですかみたいな、まあちょっとね、まあそういうこと言うと、そんなこと言ってないって始まるんであれですけど、まあ意訳ですけど、まあざっくりそういう話でしょ。そういうのやってる人たち同士でまた中でぐちゃ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 こう、まあやってると。それで、対案らしきもの、ね、出したんですけれども、これもね、経済学の知見に、もう思いっきり欠けててね、当然批判はあるんですけれども、まあ、あくまでもやっぱりね、岩盤支持層向けのパフォーマンスなんですかね。まあ、今回のだから、荒木さんもこれもね、ご自身の支持者向けのパフォーマンスっていう面もあると思いますよ。それないと言ったら嘘になるでしょうね。
ね、おそらくあるとは思います。こういうポーズを取るっていうのが、まあいわゆるですね、まあ左翼仕草というかですね、左舷ですね、いわゆるね、左限界系をこういうことやるとまあアホ喜びするのかなと。イーロンマスクをね、どうなの、やるの参考人上司くんのかなみたいな話ですけどね。やったからって多分どうなんのって話、いや別に書いてるの僕じゃないですからって言われて終わるんじゃないかなと。非常にオープンな形でコミュニティノートの仕組みっていうのは公開されてるし、誰でもこれは書くことができるんで、どうぞやってくださいっていう話ですよね。だからもうフェアな形でですね、まあつくのすごく大事かなというふうに思います。でちなみにこのコミュニティノートね、実は私が審査員を務めさせていただいたニュースピックスのね、候補生ディベート大会でもちょっと話題になってね、SNS でデマ拡散するのはいかがなものかみたいなところで文脈でね、これがまあ出てきたんですけど、まあコミュニティノートっていうのがあって、こういうのがあるからそういうまあデマがね拡散するのを防げるようになってるみたいなね、そういうことをまあやっぱ高校生がまあ言ってたんですよ。ああ、なかなかよくわかってるなと。確かにこのコミュニティノートの貫通力っていうのはすごくてですね。まあいわゆるエコーチェンバーやってる人がね、まあ自分たちのお仲間でこうね、狭いこうなんかね、エコーチェンバー作ってても、そこにもうぶら下がっちゃうんですよね、直接ね。で、コミュニティノートついたってことになるので、まあだからエコーチェンバーでこういろいろ盛り上げてる人にとって非常にこう不都合なものなんですよね。まあ、貫通力非常に高いんですが、ただね、いかんせんね、原口さんのようにツイッター使ってる人でもですね、この仕組みが分かっていないし、この貫通力の高さがね、非常に大きな意味を持っているっていうことがですね、まあ、いまいちまだ伝わってねえのかな、みたいなね、そういうところは、あるとは思います。とはいえですね、今までね、まあ、例えば、立憲民主党とかね、いわゆるその朝日新聞とか、ああいうね、左巻きのばっかり、なんかコミュニティノートつくから、自民党の差し金だとかなんか言ってたわけですけど、最近ね、限界右翼の方にもコミュニティノートついてますから、よくね、極めてですね、公平なね、かつ背景情報の追加っていうことでね、ちゃんとこうわきまえてやってるので、大変評価できる制度なんじゃないかなと。ファクトチェックなんかより全然このコミュニティノートの方が優れてるなと思うんですけどね。まあ、大体日本ファクトチェックセンターマスコミチェックしませんからね風評被害の発生源どこかってちゃんと言った方がいいんじゃねえのみたいな話なんですけど、まあ、そこをちゃんとやらないんで、まあそういうのも含めてね、コミュニティノートすごく役に立ってると思いました。ということで、まあ、原口さん、イーロンマスクさん呼ぶんだったらどうぞご勝手にと。